電気自動車の F1、再来年春東京での開催を目指します。電気自動車の F1 と呼ばれるフォーミュラ E、 ポルシェやメルセデス、アウディなどが参加する世界的な自動車レースです。これまでにニューヨークやロンドンなどで開催されていますが、東京での開催が実現すれば国内では初めてです。今日小池知事は都庁でフォーミュラ E の主催団体の幹部と面会し、2024年春に東京ビッグサイト周辺でレースを開催できるよう互いに協力して進めていくことを合意しました。温室効果ガスの排出削減を目指す東京都は、2030年までにガソリン車の新車販売をゼロにするとしていて、レースの招致を排出削減への起爆剤としたい考えです。最高の技術を駆使した大会や都市の日常を変えていくことでありましょう。ゼロエミッションビークルの意義を広く発信をして、そしてまたゼロ普及拡大に向けた共感と行動につなげていく。開催の判断は国際自動車連盟が行うということで、来年夏ごろ決定する予定です。